どうも、ヒューマンビートボクサーの Daichi です。今回はヒカキンさんからいただいたマイク、ノイマンの U87Ai のビートボックスサウンドチェックをしてきました。なんと40年以上にわたりプロの現場で使われ続けているシリーズの最新作で、名機中の名機。ヒカキンさん、本当にありがとうございます。早速ノイマン U87Ai のサウンドチェック、そして後半では僕の持っている他のマイクとも比較しております。それではここからはぜひ音とテロップだけでお楽しみいただければと思います。どうぞ。なぜうまい？カバタは昆布漬け。うまい、カバタは昆布漬け。
はい、ということでニューマイクのノイマンの U87Ai のビートボックスサウンドチェック、いかがだったでしょうか。個人的にはね、もう大好きな音です。高音も低音も偏りがなくて、すごく素直な音なんですよね。かつまるでその場にいるかのような高解像度で音を出してくれるマイクだと感じました。これからこのマイクでバシバシレコーディングして、最高の音を皆さんにお届けしていきたいと思います。ということで今回はニューマイクのビートボックスサウンドチェック動画でございました。動画最後までご視聴ありがとうございました。この動画が良かったと思ったら、グッドボタン、そしてチャンネル登録よろしくお願いします。 See you next beat